進級おめでとう。共学なのに男しかいないクラス、通称野郎組。女子と接する機会が全くないそのクラスでは、女子と話せない病という恐ろしい病が蔓延していた。そんな逆境の中、シーズン1で僕たち2年 G 組の8人は力を合わせ、見事話せない病を克服したのだ。しかし金輪際話しかけてくるな。また話せなくなっちゃったしね。はーなちゃんだよ。先輩としての意地とプライドをかけて、何としても彼女を作ろう。俺たち2年 G 組、不甲斐付き十文字雄大、ドイツ奏です。フレッシュ野郎組、フレッシュ恋愛相談です。俺は後輩の恋を応援してる。しおりってどんな人がタイプなの？眉毛太い人かな。好きです、あなたが。マジで何やってんの俺。あの子がもう一度俺の心の蓋を開けてくれたんだ。どんだけ格好悪くても僕たちはジョーの味方だよ。恋の病と野郎組シーズン2、1月24日スタート。